皆様、今回も動画のご視聴誠にありがとうございます。シロッピー管理人旅行部です。日本東西南北の橋一気旅、まず1箇所目の宗谷岬には到達いたしましたので、これから東の端っこのサップ岬を目指します。まずは稚内から旭川まで特急宗谷に乗って南下いたします。今日移動しとかないと明後日にノサップ岬に着かないって、北海道ってやっぱり広い。さあ、これから旭川まで特急宗谷に乗っていきますけども、いいですね、この機動車の音、このガラガラ音が最高です。私はちょっと贅沢をしてグリーン車で仕事をします。電源コンセントがあるんでね、便利なんですよね。そんなわけで今回も動画のご視聴よろしくお願いいたします。261系機動車の特急宗谷は17時44分定刻通り稚内駅を出発いたしました。今加速している最中ですけども、やっぱりグリーン車がついている車両だけあって静かですよね。まあ、特急車両っていうこともあるんでしょうけども、これから北海道で乗りまくることになるキハ54に比べれば天国のような静けさです。お待たせいたしました、特急宗谷はすぐお隣の駅南稚内に停車します。こっちの方が市街地なんですよね。なんかホテルとかそういったものも多いそうです。これですよ、キハ54。これから散々お世話になる機動車、列車、一両なんて列車ではないような気もするんですけど、大変お世話になります。私が乗ったグリーン車は最後尾にあって、1両の半分がグリーン車、もう半分が普通車という仕様です。キロハ261という番号が車体についています。キは機動車のキ、ロはグリーン車、ハは普通車です。突然景色が開けて、目の前に利尻島、利尻富士が見えています。日本海とこのウィンドギャップと呼ばれる変わった地形の向こうに見える利尻富士、なんか浮き上がっているようで非常に神秘的です。利尻富士はこれからしばらく右手側に見えてくれて、車窓の風景を楽しませてくれます。こうやって見てるとますます行ってみたくなりますね。この原野の景色もすごいですね。初めてなんで実は密かに感動しておりました。右手側に席を取ったので海側を見て走ることになるんですけど、間もなく、もう入ってるのかな、サロベツ原野という、もう果てしなく続く草原だったり丘陵だったり低探知に作られた畑、こんな感じですかね、が続く景色を見ることになります。遠くには利尻富士、今回もお世話になります。利尻富士ですけど、こう見ると秩父にある武甲山に似ています。場所が場所だけに、ほんと寒い時期はカチカチに凍った氷の山になるんだろうなっていうのを、先ほどのノシャップ岬で見てきたところですけど、夏なんかね、本当に景色も最高に素晴らしいと思うので、ぜひ山ランをしてみたい山の一つであります。兜沼が見えてきました。ここには公園があって、キャンプ場もあって人気の場所だそうです。この兜沼を背景に見える利尻富士の撮影ポイントにもなっているようで、調べてみると結構写真家の方が来て写真を撮っておられるそうです。向こうに見えるのが兜沼の公園でしょうか。でも汽車で来る人少ないんでしょうね。1日に上下合わせて7本しか汽車止まらないみたいです。すごい景色ですよね。延々と続く原野、これぞ北海道
の代表的な風景の一つなんでしょうか。私は初めてなので分かりませんが、先ほども申し上げた通り、ただひたすら感動しておりました。豊富の駅に到着です。日本の温泉郷としては最北端に位置する豊富温泉が近くにあります。年間25万人が訪れるってかなりのもんですよね。また利尻富士が見えてきました。この夕日の中ですね、大きな夕日の横に利尻富士が見えます。サロベツ原野の向こう側、ぼんやり霞んだ中に浮き上がっているように見える利尻富士。この地元の人からはね、愛されますよね。こんな綺麗な山が近くにあったら私も毎日拝みたい気分になります。しばらく一緒に眺めましょう。下沼駅を通過です。1日平均の乗車人員は 0.4 人だそうです。幌延駅に停車いたします。こちらはしっかりと2線あって上下列車の交換ができるようです。近くにトナカイ観光牧場ってあるらしいんですけど、それはぜひ見たいですね。トナカイ見てみたいです。で、キハ54、お世話になります。とりあえず今のうちに挨拶しておきます。今年3月に廃駅になった上幌延駅を通過いたしました。右手の奥に夕日と、また利尻富士が見えてきました。ここで多分最後ですね。利尻富士とはここでお別れとなってしまいます。ありがとうございました。こちらも3月に廃駅になった安牛駅を通過。この辺りは廃駅が多いです。右手側に手塩川が見えてきました。この川は北見山地の手塩岳に源を走っている美しい渓谷美を見せる川です。長さは北海道の石狩川に続いて2番目、国内でも4番目となる超大河川です。この川もしばらく我々にお付き合いいただくことになります。手塩川が最初に近づいてきたあたりで小野部内という駅を通過します。昔のなんか給食センターみたいな建物ですけども、この駅を通過してトンネルをくぐり、廃駅となった上小野部内を通過しますと、手塩川の自由蛇行、三日月港の景観を眺めることができます。まもなく通過いたしますので、そこをちょっと黙りますので、眺めてみましょう。
車内からだと三日月港分かりませんでしたね。こちらは土肥鑑別川です。まもなく特急宗谷は手塩中川駅に到着いたします。まともに撮影できたのはこの辺りもうちょっと先あたりぐらいで、日もどっぷり暮れてしまいました。車窓から撮るとですね、窓ガラスとカメラのレンズが映っちゃってよくありませんね。まもなく音威熱風の駅ですが、ここは JR の特急列車が停車する駅の中では人口が最も少ない自治体に位置するそうです。それは知らなかった。いきなり内夜駅です。ここでグリーン車のもう一人の最後のお客さんが降りちゃって、ここからはずっと私一人です。次は標津駅。外を映すものは何もありません。暗闇だけです。宗谷はなかなかいいスピードで走行中です。でも静かです。標津駅着。何も見えません。札幌ビールいいな。次はワッサム。あれワッサムって読むんですね。和漢かと思ってました。ワッサムね。搬出仕様のグリーン車はこんな感じ。川張りシートです。お客さん誰もいないので写してみました。小説なんかで有名な潮刈峠を現在通過中です。ワッサムを過ぎて10分ぐらいで通過すると思うんですけど、このありさまです。解説書いてます。もしご興味があったら読んでみてください。本当に真っ暗。旭川まであと10キロ。こんな表示が出るんですね。こんな初めて見ました。あと10キロか、どれくらいなんだろうって思いながら眺めていると、だんだん市街地っぽいところに入ってきました。そういえば CM で有名だったピップってこの宗谷線、宗谷本線の途中にあるんですよね。もう過ぎたと思いますけども、旭川に近いところにある駅です。旭川の駅に到着。大都会じゃないですかここ。旭川在住の友達に聞きますと、旭川駅改装されてとっても綺麗になったそうです。この特急宗谷は札幌行きなので、さっさと降りないと大変なことになります。明日は釧路を目指す旅です。今回も動画のご視聴誠にありがとうございました。晩ご飯を食べた焼き鳥屋八丁目屋さん、とても美味しくて店員さんのノリも良くて楽しかったです。深崎しそでやばかった。